朝とか昼はかゆみまだマシなんですけどね、夜になると、寝る前になると、寝ている最中になるとかゆみが強くなってどうしようもないですというご質問をいただいたのでお答えしていこうと思います。どうもファスティングマイスターの秋です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日もですね、アトピーのお話をしていこうかなと思います。先日ですね、クライアントさんからご質問をいただいてました。朝とか昼はかゆみとかっていうのが、まだマシなんですけども、夜になると、特に寝る前とか、ですね、お風呂入った後とかになるとかゆみが強くなるっていうことがある、これなんでですかっていうことを、聞かれたので、これをご質問に返答していきたいと思います。で、これは何かっていうと、自律神経のせいです。はい、自律神経で、自律神経何なのかっていうと、人間はですね、電源のオンオフをするわけですね。そして自律神経というものは2つに分けられます。交感神経というものと副交感神経というものですね。で、交感神経ってどういうことかって言ったら、電源が入っている状態ですね。テンションめちゃくちゃ上がってる状態です。うおーってなってる状態です。そして副交感神経って何なのかって言ったら、テンションが下がってる状態ですね。ちょっと落ち着いて、はーっつってリラックスしてるような感じですね。交感神経と副交感神経、電源のオンオフでやっぱり体の働き方が変わってくるんですね。交感神経、副交感神経の働きっていうのがあるんですけども、電源がオンになっている時っていうのは、免疫があまり働かないようになってるんですね。活動、その時の活動を、いかにさせるかっていうところに力を入れるので、体の免疫細胞は特に強く働いてないんです。でも逆に副交感神経、電源がオフになっている時っていうのは、体の中の修復だったりとか、お掃除だったりデトックスだったりする免疫細胞が働くような状態になるんですね。つまりどういうことか、かゆみというものは炎症なんですよね。そう、皮膚の炎症です。つまりどういうことかって言ったら、皮膚のデトックスなわけですよ。風邪ひいた時にその菌をやっつけるために熱が出るでしょ。あれって熱を出すことによって、その菌をやっつけて外に追い出そうとする働きが出るわけですよ。だから体温が一気に上がるわけですよね。そう、それと同じで、アトピーというものも、体の中にですね、炎症を起こしているわけですよ。皮膚の炎症を起こしています。そしてその炎症が働くのは、そうですよね、免疫が働いている状態の時に起きるっていうわけなんですよ。夜っていうのは副交感神経が働いています。働きやすい状態です。つまり免疫が働きやすい状態になっています。で、皮膚の状態が悪いのであれば、皮膚に炎症を起こしてそれを追い出そうとする働きが強くなるんですね。だから夜になると副交感神経が働き、免疫が働くことによってかゆみが強くなるということなんですね。そう、だから夜とかには痒くなることが多いんですよ。なので、だからって言ってですね、それが悪いことではないですよ。実際に体の中に、簡単に言うと毒素が溜まってるわけですよ。それを追い出そうとするために炎症を起こして、追いやろうとするわけですよ。体がその毒素を治そうとしているからこそ、かゆみが結果的に起きているだけなので、それはいいことだと思ってください。ただかゆみが辛いと思うので、そういった場合は前にもお伝えしたように、抗体浴やってもらったりだとか、保湿とかでね、やっていただいたりとか、体を冷やしていただいたりとか、そういったことをすることによってかゆみが抑えられますので、ぜひそれで戦ってください。本質的に治すには、その炎症を起こしてしまっているデトックスを仕切るってことが大事になってくるので、はい、ですので、しっかりですね、そこを乗り越えていただければと思います。はい、というところですね、本日はこのかゆみがなんで夜になったら強くなるのかっていうことのご質問についてお答えさせていただきました。本日の内容いいねと思っていければ、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。